こんにちは、鷹の目工作室です。今回は動輪を仕上げます。円弧状の加工はフライス板にインデックステーブルをセットして行います。まずインデックステーブルの回転中心とフライス板の座標原点が一致していることが重要です。インデックステーブル中心のテーパー穴を基準に位置合わせを行います。カウンターウェイトの縁を削っていきます。中心の確認は主軸にダイヤルゲージを加えてインデックステーブル内壁との距離を確認します。インデックステーブルに動輪の固定ジグをセットします。最初の加工はカウンターウェイトの縁の線になりますので、ジグの 50mm オフセットのセンター穴と中心を合わせてガイドを固定します。動輪の素材をはめてジグとともにクランプでテーブルに固定します。ボールエンドミルを使うことでフレットができます。何回かに分けて所定の深さまで削っていきます。削り始めおよび削り終わりは見切りの V 字まで目視で削っていきます。削り終わりの反対に切り子が邪魔なので掃除機で除去していきます。ボスのクランクピン側を削っていきます。フライスのテーブルを原点に戻し、動輪固定ジグのクランクピンガイドが中心となるようにインデックステーブルに固定します。動輪素材とボスの角度ガイドを取り付けてインデックステーブルに固定します。ボスのクランクピン側の半径に合わせフライス板のテーブルをオフセットします。はじめに角度ガイドの R 部分を削り落とし、ボスの加工に備えます。ガイドの R はボスよりもわずかに小さくします。動輪素材をセットし、ボスのクランクピン側の R を削ります。削り始めと終わりは角度ガイドの側面がフライス板のテーブルのと直角となる位置とします。直角の判定はフライス板正面から目視による覗き込みとしました。続いてボスの脇の部分を削っていきます。ボスの側面はインデックステーブルの角度は固定で、フライス板のテーブルの移動により直線に削ります。ボールエンドミルの溝に沿ってスクエアエンドミルで底の平らな溝を平行に削ります。これは最後に広い面積の削りの際に削り残しを少なくするためのものです。ボスのもう片方の側面も同様に削っていきます。角度ガイドの動輪軸側の R を削ります。ボスの動輪軸側の R をボールエンドミルで削ります。外周部をボールエンドミルで削ります。外周部の内側をスクエアエンドミルで削っていきます。ボスの動輪軸側から始めて半径を調整しながら残りの部分を削っていきます。動輪軸と同軸で削っているため、あらかじめ対策のしてあるボス側面を除き、カウンターウェイトの部分やボスのクランクピン側には少し削り残しができます。肉抜き穴の位置にセンタードリルでマークします。
はじめに動輪固定ジングの中心線で角度の基準を合わせます。角度を変えながらセンター穴を開けていきます。貫通の穴は後ほど改めて開けます。カウンターウェイト側の削り残しをスクエアエンドミルで削っていきます。ボスのクランクピン付近の削り残しを削り取ります。ジグを 1,2,3 ブロックと軸雇いに変え、センター穴の位置に肉抜き穴を貫通で開けていきます。削り上がりの表面のクローズアップです。ここまでの動画では動輪一つ分の工程をつないでいますが、各工程ごとに動輪を数分ジグにはめ替えながら加工を行っているので、工程と工程とつなぎの部分、削りの深さなどどうしてもばらついてしまいました。この後塗装してしまうので、自分への反省として見にくいものですが取っておきます。動輪の外周部、レールと接する部分のトレッドとフランジを仕上げます。動輪軸穴を基準に外周部を削るので、福島さんの本を参考に動輪固定円盤および雇いを作ります。円盤は動輪と同じデンスバーをスライスしたもので、テンダー車輪を加工した時のものを再利用します。雇いを円盤にネジ止めとするため、中心の穴を広げてタップを立てます。回転力を動輪素材に伝えるためのピンを取り付けるためのネジ穴を追加します。雇いのネジ固定部を削ります。動輪固定円盤を貫通し、裏からロックナットで締められるだけの長さとします。ダイスでネジを切りますが、 M 重となるとダイスだけでは加工が困難です。ネジ切りバイトで荒削りしてからダイスで仕上げるとだいぶ楽にできます。固定ピンの固定ネジ部を切ります。円盤に雇いを固定して、動輪軸穴に合わせて正確に削ります。しかしここでは削りすぎてしまいました。このままでは動輪の芯が狂う危険があります。気を取り直して雇いを作り直し、慎重に外形を削ります。円盤との根元の部分は細くしてありますが、バイトの取り付けの関係でそこまで削ることができず、わずかに段差が残ってしまいました。この部分はヤスリで削り取ります。雇いの高さは動輪をはめた時出っ張らないようにします。円盤は再利用なので表面をわずかに削って面ブレを修正します。駆動ピンをセットして動輪とのはめ合いを確認します。もう一つの準備としてバイトを成形します。トレッドからフランジにかけて R1 のフレットが指示されていますので、完成バイトから先丸剣バイトを削り出します。中鉄を削るのですくい角はつけていません。削り上がったバイトの刃先です。トレッドの外径とフランジの厚さを決めます。動輪の位置は雇いで決め、駆動力は駆動ピンで伝え、円盤との密着はセンター穴を開けた真鍮の当て金を回転センターで押して固定をします。この時点ではトレッドに傾斜をつけずに削ります。車輪はレールの上を安定して走るようカントという傾斜をトレッドにつけます。円錐削りとなるのでトップスライドを傾け、
刃物台の送りで削ります。フランジの傾斜部を削るためにトップスライドの角度を変更します。傾きが大きくトップスライドの角度メモリの範囲外なのでプロトラクターで角度を決めました。フランジ裏表の傾斜部分を削っていきます。フランジの外形を整えます。フランジ及びトレッド部分の面取りをします。ベニヤ板にサンドペーパーを貼り付けたもので動輪裏表の表面を磨きます。トレッド及びフランジは小さい角材にサンドペーパーを巻き付けて磨きます。表面の塗装の後で行うのが良いのですが、鋳鉄では磨いたカスが塗装面につき綺麗に取れないので磨きを先に行いました。磨いた前後の状態です。削りの表面のあれをカバーするためにプラサフを下塗りしました。油性ペイントで上塗りします。マスキングはせず筆塗りとしました。はみ出した部分は乾燥後に削り取ります。厚化粧の効果はあったでしょうか。フレームに仮組みしてみました。次は動輪ユニットを完成させます。ご視聴ありがとうございました。